皆さん、こんにちは。芸能界で様々なドラマに出演し、活躍していた俳優の木村和也さん。そんな木村和也さんは過去に、衝撃的すぎる事件を起こしていました。また、現在はどのような生活をしているのでしょうか。そこで今回は、木村和也さんの衝撃的な事件の数々と、現在の様子についてご紹介していきます。まずは木村和也さんのプロフィールをご紹介します。名前、木村和也、生年月日、1969年11月17日、出生地、大阪府摂津市、身長、181cm、血液型、O 型、活動期間、1983年から、学歴、摂津市立第四中学校卒。木村和也さんは一世を風靡した漫才師の横山やすしさんの長男として、この世に生を受けました。なお、木村和也さんには妹が2人おり、次女は父と同じく漫才の道に進み、さゆみ・ひかりの木村ひかりとして活動しています。また、木村和也さんの名前の由来はネット上で、人生一か八かということで命名したなどと言われていますが、本人曰く歌舞伎のお箱にかけて付けられたとのことです。父親の横山やすしさんが奥様と離婚したことにより、2歳の時に大阪を離れて母親の実家のある静岡県浜松市に引っ越しました。そのようなこともあって木村和也さんは当初、あの伝説の漫才師の横山やすしさんの子供とは知らずに成長していきましたが、実際の時に親権が横山やすしさんに移ったことにより初めて横山やすしさんと接するようになりました。そして木村和也さんは中学校在学中の1983年に安清の笑って日曜日にてテレビ初レギュラー出演を果たし、早くも芸能界に入りました。さらに同じ年に横山やすしさんが主演を務めた映画唐獅子株式会社にて木村和也さんは初映画出演を果たしたのです。また東芝のパソピア IQ のコマーシャルに父親と共演し、中学生ながら初 CM をこなしました。木村和也さんは自身が中卒で苦労した経験を持つ横山やすしさんから高校への進学を勧められましたが、木村和也さんはそれを押し切って芸能界に本格的に入り、父親と同じ吉本興業に所属します。1985年に木村和也さんは TBS のテレビドラマ毎度お騒がせしますにて大沢徹役で主演を果たし、中山美穂さんと共演を果たしました。これにより木村和也さんはたちまちアイドルとして人気を博し、お茶の間を沸かせる存在となりました。また同年に映画ザ・モッツ夜のハイウェイでの主役を務めており、映画界でも認められつつありました。さらに翌年の1986年にはシングル俺たちだけの約束にて歌手デビューも果たし、オリコン週間チャートにて8位を記録しました。そして木村和也さんはその功績が認められ、ザ・ベスト10のコーナーの出演も果たしたのです。また同年にフジテレビの月曜ドラマランドの包丁人アジヘイにて塩見アジヘイ役で主演を果たすなど、活躍の幅をどんどん増やしていきました。そして1987年に東映のシャコタンブギにて、浩二役にて主演を果たし、木村和也さんはまさに人気の絶頂に上り詰めました。しかし、1988年11月、俳優として順風満帆だった19歳の時、木村和也さんは遊び仲間と飲酒後、タクシー運転手が脳挫傷になるまで一方的に暴行を加え続けたことで、傷害容疑で逮捕されました。報道によれば、当時交際していた飯島直子さんや、相良春子さん含む遊び仲間と飲酒後、六本木の路上でタクシーを止めようとしたものの、乗車を拒否されて立腹。直後に停車した別のタクシーに木村和也さんが八つ当たりをし車体を傷つけたとのこと。驚いて声を上げた運転手に因縁をつけ路上に引きずり出し暴行を加えました。なお、この運転手は先に乗車拒否したものとは全くの別人。仲間が嘲笑しながら煽った言葉に高揚し、執拗なまでの暴行を加え続け、運転手を脳挫傷に至らしめたようです。木村和也さんは勝ち誇った表情で、こいつが死んだら俺が無所へ行ったらええんやろ、大したことあらへんと叫び、仲間は歓喜の声を上げ、
拍手までしていたという目撃情報が多数あったとか。木村和也さんによれば、最初に一緒にいた知人がタクシーの運転手に絡んで、明らかに相手の方が体格が大きかったので、これはまずいと自分がかばって前に出た結果そうなったとのこと。一方で木村和也さんがかばったという男性は、和也が全部最初からやったと証言したそうです。未成年者の木村和也さんが逮捕されたこの事件は、父親横山やすしさんや吉本興業をも巻き込むだけにとどまらず、社会問題にまで発展しました。父親の横山やすしさんは、暴行事件報道直後にマスコミの取材を受け、教育方針が間違っていたのではないか、しつけが甘かったのではないかと質問してきたテレビ局の女性レポーターに対し、ちょっと待てや姉ちゃん、俺は子供のしつけに厳しかったぞ、男は喧嘩するぐらいがちょうどええと開き直り、謝罪の姿勢は見られなかったそうです。この時点で横山やすしさんは詳細を詳しく知らなかったものの、直後に吉本興業に抗議の電話や手紙が殺到し、他の業務に差し支えが出るほどだったとか。その後ようやく喧嘩ではなく一方的な暴行であったと知り、父親としていくら可愛い息子がやったこととはいえ、人を生きるか死ぬかの目に合わせてしまって、ほんまにすんまへんでした、すんまへん、自分の教育が間違っていたと謝罪。事件当時の木村和也さんは未成年者であり、一般的には少年法により実名報道は避けられるところですが、木村和也さんはこの事件当時19歳と11ヶ月でした。そのためマスコミによって実名報道を行うかどうか対応が分かれました。またそれまでも撮影所や繁華街で起こしていたというデビュー前からの飲酒、喫煙、喧嘩、加えてデビュー後は現場に現れない、二日酔いのまま撮影に臨む、途中で勝手に帰る、女性スタッフへのセクハラなどの問題がありました。そしてそれらを横山やすしの息子という親の七光でかばい、もみ消してきた吉本興業の姿勢も明るみに出たとか。吉本興業は木村和也さんに対し、懲戒処分として専属契約の解消という判断を下し、出演中のテレビドラマ疑惑の家族から降板させました。この番組は途中打ち切りという形で話数を全12話から全9話に短縮され、再放送及び映像ソフト化されていません。その後木村和也さんは少年院送致となり、芸能活動は停止、出所後も自粛の姿勢を取りました。被害者のタクシー運転手への損害賠償は吉本興業が肩代わりをして弁済していましたが、その間追い打ちをかけるように横山やすしさんが飲酒運転で摘発され、息子の件も未だ解決していない間に自ら問題を起こすとは不謹慎とし、親子ともども専属芸能家契約解消を通告されることとなりました。そんな中、木村和也さんは1990年に V シネマにて一足先に俳優復帰をし、タフパート1誕生編にて次郎役で主演を果たしています。しかし V シネマへの出演が逆効果だったのか、地上波での復帰は想定していたよりも遅くなり、1991年の映画幕末純情伝の岡田伊蔵役で銀幕に復帰し、続く1992年のドラマ10年愛の志村康介役でようやくテレビ界復帰を果てほかしたのでした。1994年の木村和也さんは俺は大型お羊座の津山達彦役にて年ドラの主要キャストを演じたほか、4本の映画に出演するなど暴行事件前の勢いを取り戻しつつありました。しかしながら木村和也さんは1995年2月になると、友人と一緒に路上でアメリカ人少年に暴行を加えた容疑で逮捕されることになります。事件自体は略式命令で20万円の罰金で済んだ木村和也さんですが、再度の不祥事により表舞台での居場所を失ってしまった結果、以降は V シネマの世界での活動が中心となりました。横山やすしさんが事件翌年の1996年1月にアルコール性肝硬変にて51歳の若さで病死していることを踏まえると、一向に改善しない木村和也さんの素行の悪さが父親の寿命に悪影響を及ぼしたことは
否定できない話でしょうね。アメリカ人少年暴行事件以降の木村和也さんですが、日本抗争列島牙のごとくやリストラ大門シリーズなどの V シネマ作品に出演しており、表舞台から姿を消したものの俳優として地道に活動しておりました。2001年には木村和也さんは再び吉本興業と専属契約を結び、芸能界へ正式に復帰。しかしその数年後には吉本を離れました。そんな木村和也さんが再び世間を騒がすこととなったのは2006年3月のこと。今度は銃刀法違反の容疑で警察に逮捕されました。本人の乗用車のトランクに刃渡り約63センチの日本刀が入っていたのを発見されたそうで、以前友人にもらってそのまま入れていたと容疑を認めているとのこと。もちろんこの時も木村和也さんの3度目の逮捕ということで大きく報道されました。とはいえこの時車のトランクに入っていたのは実は模造刀だったそうで、取り調べの結果無罪が判明した木村和也さんは釈放されてお咎めなしとなっているようですね。ですが3度目の逮捕が大きく報じられた分、5人逮捕で釈放された事実の報道はとても小さかったようです。木村和也さんはこれらの3度の逮捕でダーティーなイメージがそれ以降つきまとうこととなります。事件を起こすたびに世間から遠ざかっていった木村和也さん、自業自得といえばその通りなのですが、木村和也さんの人生は波乱万丈だったようです。3回の逮捕により地上波ドラマの仕事や映画の仕事はめっきりと減りました。その後も大映の野獣しすべしにて伊達邦彦役にて主演を果たすなど、出番がないわけではありませんでしたが、木村和也さんは徐々に活躍の場を V シネマへと移していくことにします。 V シネマではヤクザ役を幅広くこなしていったことにより人気スターへと上り詰めました。その後も木村和也さんは V シネマでの活躍を続け、2011年にはアウトローズにて奈良岡役、2012年には仁義の聖戦ジャックナイフ完結編にて風間組、木本組の若頭京極明役、2015年から2016年には大門の墓場シリーズにて京極鉄次役、2017年には裏門釈放シリーズにて龍崎英二役、2018年から2020年には極道の門シリーズにて村田龍二役、2019年には組織を震撼させた男にて白川哲人役を務めました。なおいずれも主演であり、木村和也さんの人気の高さがうかがえます。2019年12月30日に放送されたバラエティ番組では、木村和也さんは19歳でタクシー運転手に暴行し逮捕、25歳で外国人を暴行し逮捕、36歳で車のトランクから日本刀が見つかりまた逮捕と紹介され、シャバにいなかったこともあるという質問に、そりゃあるよ少年院と木村和也さん、19歳でタクシー運転手を暴行した際には1年間少年院に入所していたと明かしました。少年院に入った19歳当時の話では、ちょうど大映のドラマに出ている時だったんだよね。4話とか5話しか放送していない時にそのままいなくなったからね。今で言ったら本当に違約金何億だったかと思うよねと語りました。しかし違約金はないところから取れないじゃない、どうやったって稼いでたって全部使ってたからねと支払えなかったことを明かしました。しかし逮捕されたことについては、しまったどころじゃないよ、初めてああいうところに隔離されたんだからとし、少年院からの出所後にはマスコミなどから逃れるために比叡山の寺に1ヶ月半かくまわれたと語りました。最近では2021年に千原誠二さんが主演を務めたことでも知られている義兄弟シリーズにて立花哲也役で出演しており、ネットでも話題になりました。このように現在も木村和也さんは表舞台で活躍されているようです。逮捕の影響もありながら現在仕事面では問題ない様子の木村さんですが、逮捕が原因となって熱愛彼女と別れさせられた過去がありました。そのお相手は人気歌手として人気を博した藤あや子さん。2人の馴れ初めは2002年頃に出演した舞台であると言われています。
共演をきっかけに木村和也さんが藤あや子さんに熱烈なアプローチを仕掛けることで2人は交際をするに至りました。当時の情報は多くは残っていませんが、週刊誌やスポーツ誌で大々的に報じられました。2003年頃にはすでに熱愛関係にあったと言われている2人。しかし木村和也さんの度重なる逮捕が原因で破局を迎えることになりました。交際以前より木村和也さんの問題行動がたびたび話題になっており、藤あや子さんの事務所としてもこの交際には反対でした。お互い結婚まで考えたこともあったそうですが、結局その逮捕歴を原因に結婚には至らず破局してしまうことになりました。また中山美穂さんとの破局も逮捕が関係していると言われています。中山美穂さんとドラマ毎度お騒がせしますで共演した木村和也さん、互いに好意を寄せるという役柄だったこともあってか、私生活でも交際していたと噂されています。交際を噂された頃の中山美穂さんはすでに国民的アイドル、そのため非常に多くの芸能人と仕事を共にしていたはず。当時を代表する人気俳優やアイドルとも共演することもあったでしょう。ですが中山美穂さんが交際相手に選んだのは木村和也さん。この情報だけでも木村和也さんがどれだけモテモテだったかがよくわかりますよね。もし交際が順調で結婚していたら芸能史に残るビッグカップルだったことは間違いありません。結婚を祝福する横山やすしさんのコメントも聞いてみたかったですね。2度の芸能人との破局を経験した木村和也さんですが、現在も結婚はされていません。ただ独身だからといってモテないということではありません。その証拠に今も複数の女性と交際しているという情報がありました。それでも結婚しないということは何か理由があるのでしょうか。きっとカッとなると手が出てしまう性格も無関係ではないはず。また木村和也さんは幼少の頃に両親が離婚しています。当初は母親と暮らしていましたが、経済的な理由により10歳から父親と暮らすようになりました。こうした複雑な幼少期を過ごしたことも結婚に踏み切れない理由の一つなのかもしれません。もし両親揃った幸せな家庭で生まれ育てばすでに結婚していたかも、そのように思えてなりません。いかがでしたか。今回は木村和也さんの逮捕歴や現在の様子についてご紹介しました。一度逮捕されたのにもかかわらず表舞台に完全復帰できたあたり、木村和也さんの能力の高さがうかがえます。この調子で頑張ってほしいですね。最後まで動画をご視聴いただきありがとうございました。コメントを残してくれると嬉しいです。チャンネル登録高評価もぜひお願いいたします。それではまた。